んはペルティです。仕事でね、ジュジュの方行ってたらね、なんかうまいもんやってお店だったね。そのさ、店頭に関西風トルコライスっていうなんかメニューあったね。え、関西風って何って初めて聞くんだけども、でね、説明書きにはね、なんか関西風トルコライフとライスとライフ、トルコのライフは大阪で独自に進化を遂げたんだって。オムライスの上にミルフィーユのカツが乗った。そんなトルコライスなんかあんの？長崎のトルコライスとは全然違うんだって。もうね、このソースが全てだと思う。何このうまいソース。なんか思ってたのと全然違う。まあ、かなり甘いんですけど、なんだろう、ちょっと油淋鶏っぽい。渋谷のお弁当屋さんで食べた、そこはね、チリソースっていう名前になってて、ちょっとなんかね、チリっていうよりも油淋鶏とチリソース合わせたようなソースなんだけど、それにすごく似てんの。まあ、ここのお店デカ盛りにもしてくれるんだけど、まあ、とにかくね、ソースがうまいのよ。みんなだってここら辺周辺で働いてる人もここ来るもん。いつも並んでてさ、なんでそんな人いっぱいいるのって言ったら、いや、まあうまくておばちゃんびっくりしちゃった。ここのね、甘みが強い、油淋鶏っぽいソースにすごく似て、昔のおばちゃんって、こんな、
え、ボブラマーマじゃん。ねえ。この姿。え、ボブラマーマのあの、ロゴじゃん。ロゴのバチョン。嘘。違うわよ。いや、何かの間違い。私、そんなボボってないもん。これは絶対何かの間違いだと思う。さっきあげた渋谷のお弁当屋さんあるじゃん。あそこまで甘くはないけど、ちょっとね、甘さ控えめだけど、すぐ甘いよ、これ。でも、なんだろう、もうめっちゃクリーミーで、ソースとね、あと、ケチャップは入ってるかなって少し感じる気はするんだけど、一体何が入ってるかわかんない。不思議な、あまり他では食べれない。けども、いや、えげつなくうまい。で、会計時ね、ここのね、あの店主さん、すごくニコニコしてる方で、その人にさ、すいません、あのソース尋常じゃないほど美味しかったんですけど、何入ってます？ソース入ってますよねって言ったら、そう、ニコニコしてんだよ。もう、その100倍ニコってして、気づいてくれましたって。よくぞ聞いてくれたみたいな感じで。いや、あのソースってすごく美味しいんですけど、あれ何入ってんですかって。いろんなものを、混ぜて、完成させた。ちょっと言えないんですけども、でも、分かってもらいますっていうふうに。いや、こんなにお化けは分かるよ。その話でティッシュすごい喋ったよ。教えてくれなかったけど、たぶんソースは入ってるのも。でも、すごく不思議。あのね、いや、これはすごい、あのね、ミルフィーユは、余計このソース混ぜて美味しいのよ。絡まって、うん、でもね、もうとにかくこの料理はこのソースに尽きる、うん、とても不思議だけどめっちゃうまい、うん、それではここの味の感想はイケメン、うん、ここパーフェクトよ、このソース。てか今年さ、もうガンガンパーフェクト多いんだけど、もうな結構当たりで多くね。いやでもこれね、みんなにこのソースを食べてほしい。なんだこれ、しかもめっちゃうまいわってなるから。ビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。
全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。